ついてるねったらついてるよ、ついてるねったらついてるよ、ついてるともみ、ついてるねったらへいへいほー、ついてるねったらへいへいほー。近い近いね近いけど、いや今日この位置だなあなたの心に火を灯す愛と光の伝道師、ついてるともみさんでございます。はい、いやー、なんか久しぶりにこうやって YouTube 撮れてるような気がします。うん、今週はね、まだ全然ね、なかなかね、うちに帰れてないもんですから、いろいろあって、まあいろいろなんですがなので休憩時間の、ちょっとね、今長い休憩時間を取れたので撮ろうかなと思いました。はい、まあ本当に今大惨事じゃないですか、世界的にコロナウイルスで。うん、なのでね、まだ薬もできずで、うん、そしたら僕たちにできることって言ったら、まず手洗いだったり、うがいだったり、消毒だったりっていうとこですけど、もうね、免疫力をね上げてさ、うん、そう、まあコロナだけじゃないけどさ、インフルエンザにも風邪にもさ、うん、良くなるじゃない、良くなるというか免疫力がつけばなりにくく、かかりにくくなるじゃない。だから免疫力をつけようぜっていう免疫力向上委員会です。はいいや、そうだからね、そうだから免疫力をつける方法というか、うん、そんなのを話せていけたらいいなと思っています。はい、まあ、随時ね、あ、これもいいよ、あれもいいよってなったらまたね、上げてきますんで、はい、皆さんお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、そう、まず免疫力を上げるには、うん、まあね、いろいろネットとか調べたりとかしてのことで、うん、まあ、その中で取り入れられるのがあればいいんじゃないかなと思いまして、上げてみようかなと思いました。免疫力向上委員会ですあんのかな、そんなの。あったらあれですけど、まあないと思ってやってきますが、まずやっぱりね、寝るのがいいらしいよ。うん、寝ること、よく寝る、そうだね、寝れば体楽だしね、脳も休まるしね、うん、そうよ、睡眠、あとね、笑う、笑うっていいんだって。笑うと、あのナチュラルキラー細胞っていうのが活性化するから、そう、免疫力上がるんだってさ、うん、すごいと思わない？笑うだけでいいんだから、だから無理にでも笑えばいいんだって。そう、面白くなくてもバカ笑いする、嘘笑いでもいいんだって。そうすると面白くなるからさそう、今もそれ考えたら笑えたけどさ、そう、そうするといいんだってさ。だってほら、笑ってがんを治しちゃった人もいるじゃない、うん、だからやっぱりいいんだよ笑うって。うん、あとは何、寝ることでしょ、笑うことでしょ、あとなんだっけかな、思い出すよ、ほんとね、あとね、そう、体を温める、そう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 、体を温めるのがいいんだって。うん、体を温める食べ物とかね、でもいいんだよ。例えばそうだよね、根野菜、あのほら土に植わってるやつ、うん、生姜とかさ、ああいうのって土に植わってるやつの方が体を温める効果があるみたいね。きゅうりとかああいうのってほら体冷やすって言われるじゃない、うん、だね、地表にあると太陽に当たるからっていうことでしょ、きっと温度が上がるから発散するようにできてるんだろうから、うん、そうだからね、そう、あとは食べ物で言うたらやっぱね、良質なタンパク質と良質なアミノ酸を取るといいんだって。だからそれはもうお肉だったり魚だったりするわけじゃないですか。あとあれがいいんだって、椎茸とか、
キノコ、キノコ類、キノコ類と、あとね、あとなんだっけ、海藻、そう、をバランスよく取るのがいいって、やっぱり。だから、なんかにこう偏っちゃうと、良くないって言ってた。うん。そう、それで、あとは、腸内環境。やっぱね、腸内環境が良くないとダメらしいからね。あ、免疫力つけるには。そう。腸内環境を良くしよう。だから納豆とかいいんじゃない？俺ぬか漬け好きだからね、俺ね。うん。ぬか漬け乳酸菌でしょ？いいでしょ？あとヨーグルトとかもいいんだろうね。うん。そう、そういうのを、こう、取って、だって要は人間の体ってさ、食べ物でできてんだからね。食べ物良くすりゃ、それは体も良くなって、血も良くなってってなってくじゃない？うん。で、腸が良くないとね、まずいけないわけだから、そうだね、斉藤ひとりさんも言ったね、腸をきれいにしようって、うん、腸をきれいにして腸からの吸収するもんが良くなればな、汚れたもんが吸収されないわけだからね、それでいい血がなっていい細胞になる、免疫力も上がるってことじゃないですか皆さん。うん、だからいい睡眠とってね、よく笑って、そうで、食べ物はこうバランスよくとってみると、うん、それで免疫力を上げる。そう、なんだっけ、50代ぐらいになってくると免疫力ってどんどん落ちてきてて、10代の頃のあのマックスな免疫力の 30% 分ぐらいしかないらしいよ。やばいじゃないみたいなね。そうだから、そういうのいっぱい取って、味噌汁もいいんだろうね。だからね、体温めるじゃん。うん、そう、体温めてよく寝て、あとは食べて、うん、免疫力つけて、笑ってだね。あと、だから、自分がさ、気持ちいいもんがいいんじゃない？例えば、ほら、何？絵見て綺麗だなとか思うとか、写真見て綺麗だなって思うとか、そう、それの一環として僕は、この前の動画は、あれあげたのよ。富士山の写真集めてみたの。うん。あれは、いわばコロナ対策です。っていうか、免疫力が上がるんじゃないかと思って。うん、だってほら、綺麗だなと思って、ああ、いいなみたいなと思うと、ワクワクしたりするじゃない？そうするとほら、ワクワクワクってしてくるからさ、マイナスじゃないじゃん。まあ、ポジティブな人になれるじゃん、少しは。というか、少しは上がれるでしょ？そうそう。あんまりね、大きな声出せないんですよ、ここ。待機場なんでね。はい、そんな感じで。そんな感じのついてるともみんさんでございました。うん。またちょろ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 上げてきますよ、こういうの。ね。免疫力向上してこいってっていう動画を。うん。そう。だから、ストレスを感じないような生き方をしてればいいんじゃない？うん、みんなが。うん。だから自分の好きなことやってさ。ね。まあ、ほら、時間ないからね、できないよっていう人もいるかもしれないけど、時間がある中での話でね。うん。僕なんかこうやって YouTube 撮るのもそうだし、ね、十何年前の高級会社に乗るのもそうだし、今ちょっと修理してますけどね。あ、それも聞かないかな。いつなるのか。そう。あ、そうそうそう。この間なんてあれだよ。ほら、1円玉拾って、5円玉拾って、10円玉拾ってってやってたじゃん。その後、なんと、宝くじ、1万円当たりました。すごいですね。すごいですね。おっと、取れてなかったせい。すいませんね、今会社からお電話が入ってしまいまして。はい。そうです。そうそう。そうそうそう。だからそれ1万円当たったから、それでね、皆さんじゃない。それでね、そう。ご飯食べに行きましたね。ハンバーグ行きましたね。母上様にもご馳走してあげましたね。うん。そうです。その後、YouTube が全然取れなくなってしまいまして。まあ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 、そう。だからコロナウイルスのさ、こともあってさ、どうしようかなってずっと思ってたんだよね。うん。で、ほら、お花見動画も撮りたいなと思ったけど、そんなことこう言ってる場合じゃないじゃない？自粛しようって言ってるところでさ、うん。でね、ほら、志村けんさんも亡くなっちゃったりとかして、うん。身をもって教えてくれたんだなと思ってね。うん。そう。だからやっぱり、ね、俺は大丈夫、私は大丈夫じゃなくて、ちゃんと予防してさ、免疫力上げていこうよっていうことでございますよ。うん。
そんな感じのついてるともみさんでございました。あ、そうだ、なんだっけ、背中を見せてとかっていう人いたね。あ、カーテンの上の方も映っちゃったね。まあ、しょうがないから、これトラックなんだから。後ろこんな感じ、横からこんな感じ、縦髪結構ボッサボサこんな感じでございますよ。ライオンキングさん、ライオン丸キングさん、そう、こんな感じになってる。そうよ、そう、これはブレスレットをネックレスにしてるからこんな感じ、顎こんな感じ、口こんな感じ、歯はないですね。これ歯なのかな、ひょっとしたら。うん、そう、鼻がでかいんだよ。だからね、普通にこうやってやってると目が映んないのよ、ここだからこうなってしまうでいつもこんな感じでやってるんだけどね、ちょっと手をこうギュッと下にして、うん、これ結構ね、慣れてきたからいいけど、慣れるまではね、指が大変だった。はい、そんな感じ。ね、中でね、こうやってやってるのよ。ここ、これが上顎で、これが下顎で、で、これが手でってやってるんだけどね。そう。よいしょ、よいしょ。まあ、そんな感じでございますよ。はい。じゃあ、エンディング。せーの。いいことあるぞ。おっついてると、もみん。クリッと、クリッと、クリッ、クリッ、クリッと、はい、この動画をご覧くださいました。皆様の免疫力が確実に上がると思います。はい、そんな場合のいいことありますよ、皆さん。ついてるともみんさんでございました。あなたの心に火を灯す。愛と光の伝道師、ついてるともみんさんがお送りいたしました。じゃあね、皆さん、次の動画で、またお会いしましょう。バイバイキーン。ウィンウィン。ついてるよ。ついてる、ついてる。